スキージャーナル発行の鬼伝によると、中倉清のことを昭和の生んだ剣豪として知られ、多くの逸材が輩出した同時代の剣道界にあって、戦うに敵なしと書かれている。選手が上がります。各種大会を離れ、77歳になった今も技の冴えは衰えを見せない。岩田、彼の剣道、また生活のすべては万人平等の精神で貫かれている。中倉清は言う。求められればどこにでも出かける。誰に対しても差別のない剣で応じる。一本一本が常に真剣勝負であり、それが相手に対する礼儀であり、自らの修養である。自分を対価だと慢心してしまったら低落は早い。この不屈の精神と血の滲むような努力によって、彼の今日の地位は築き上げられている。
現代剣道の第一人者、激動の時代を生きてきた中倉清の剣道修行と勝負哲学は一体どのようにして築き上げられたのであろうか。